な。何が、何か見つけたんか。海苔が、うん、お、めっちゃ伸びてる。やばいやばいやばい。いや、めっちゃ伸びてる。こんな食えない。うまいんだけど、うん、私下手くそすぎたでしょ。どう、うん、美味しいよね、めっちゃ。ちょっと、ちょっとピリッとしてるし、うん、そうそう、ね、美味しいね。初チーズキンパ。念願だね。ね、念願。スマホしかないんだよ。スマホしかない。どこだったかな。続いてはどこに行くのですか。続いてが本当の目的です。目的ですね。どこに行くかはお楽しみにということで、最後まで見てね。めちゃめちゃ緩くなりそうだな。絶対緩い。 Vlog だよ、ただの。 Vlog 久しぶりだな。野球好きですか。そんなになんですけど、顔かわいい、サイズもかわいい。なんなんこの力。かわいいじゃん、ね、ね、後ろ見せて。後ろかわいい、ね、なんて書いてあるの。ホームスイートホーム、イエーイ。白はやっぱ使えるよね。店員さんがいる。写真撮っとこう。誰かに似てるんだけど。韓国人にいそうじゃない。韓国人っぽくない。こんなインディアンな感じだけど。日本じゃないよね。日本と韓国のハーフ。でもさ、うん、なんか詳しくないじゃん、別に。詳しくないね。だからなんかね、むずいよね。むずい。着ていいのだろうかっていう。いいじゃん、別に。自由じゃん。いいじゃん、別に。いいじゃん。かわいすぎるんですけど。ロプティ？黒かわいいね。黒かわいいね。かわいい。かわいいよ、ね。ホワイトかわいい。みーちゃん似合うよ。めちゃめちゃ似合わなくない？でも
うちら似合わなすぎね、合ってないんだけど。絶対合ってないよね、私。合ってない。40すぎるよね。ここのゾーンやばいよね。合わなさ。これイカつくない？うわ、やば。めっちゃヴィンテージだね。めっちゃ可愛いこれ絶対。うん、かわいい。持ってそうだもん、シナタン。シナタンだって短いか。かわいい。なんかこれシンプルだから使いやすいよね。そうね、使いやすい。かわいい。かわいい。チカチャンチャン、チカチャンチャンチャンチカチャン。ボーダーかわいいね。ボーダーかわいい。でもボーダーはね、モテない女って意味なんだよ。そうなの？ボーダー切る女はモテないんだって。関係ないでしょ。モテる人はモテるわ。かわいいじゃん。めっちゃかわいい、ね。良くなってる、嬉しい。バンザイ。バンザイ。セナタンとロックティー探し。いっぱい行き過ぎて分からなくなってきてます。分からなくなってきてます。高円寺です。高円寺です。あ、そうです。高円寺に来てます。ヒール履いてこの身長さってどういうこと？はい、ということでですね、ちょっと時間が経ってしまったんですけれども、最後にちょっとだけ今回その高円寺の古着屋巡りで購入したものを紹介します。3つゲットしました。1つ目がまずこちらです。この T シャツ、やっぱりブラックの T シャツが可愛いなと思ってたくさん見てたんですけど、その中でもこのブラックに赤文字っていう定番な感じの配色なんですけど、この組み合わせがやっぱ自然と目に入ってきて、いろんなそのブラックにこういう赤字の T シャツ見たんですけど、これが私は一番好きでしたね。悩みに悩んだ結果こちらにしました。表もねシンプルな感じですごく使いやすそうだなって思ったし、裏もこれすごく可愛くて、じゃん、こんな感じでイートファックキルって書いてあるんですけど、このバックプリントのインパクトもすごく可愛いなと思ったのでこちらをゲットしました。で、続いて2つ目がこれもね同じところで買ったんですけど、じゃん、この T シャツです。こっちは、まあ、全体的にブルーベースな感じかな、パッと見ちょっと青っぽい感じの色がたくさん使われた古着の T シャツです。これもすごく気に入ってます。これはね私はプリントが気に入ってますね。なんかすごいかっこいいなと思ってこれにしました。で、私最近ねブルーがすごく気になってるので、こういうブルー系のやつも欲しいなと思って、ブルーの小物とかもちょくちょく集めてるので、そういうのとかと一緒に着ればトイス感も出るしなと思ってこちらをゲットしました。これはね確かねメロタンが見つけてくれたっけな、だった気がします。で、後ろはこのような感じになっております。後ろはまあシンプルな感じですね。とにかくこの前のプリントがお気に入りです。そして続いてラストなんですけど、ラストがこれ今着てるこちらの T シャツ、ポロシャツかになります。このボーダーのね、これ一応ラルフローレンのやつなんですけど、ラルフローレンのポロシャツすごい定番のアイテムなんですが、私は長袖のやつは持ってるんですよ。なんか一個スウェットみたいなやつはあるんですけど、 T シャツは持っていなかったので今回買ってみました。すごくシルエットも綺麗で、ちょっとこの T シャツは大きめなんですけど、あと生地も柔らかくってとっても着やすかったりとか、ボーダーの線も細かいボーダーで、ボーダーにしては大人っぽい感じの印象が出るんじゃないかなと思います。で、このポロシャツなんですけど、なんとですねメロタンと色違いでお揃いで購入しました。メロタンはちなみにホワイトベースに黒のボーダーの線が入ってる感じで、反対の配色なんですけど、二人で見てて、これ可愛くないって言って二人とも意見一致して、でちょうどその色の好みも、私はブラックが好きだったけどメロタンはホワイトが好きでっていう感じで、どうする、お揃いするみたいななって、私たち出会っても3年とか4年目ぐらいになるのかななんですけど、初めてのお揃いを買いましたっていう。
どんだけ仲良しなんだっていう話なんですけど今日このね T シャツを着たので、あ、そうだと思って購入したものを紹介しようと思ってたので今日撮りましたっていう感じです。ボーダー私あまり普段着ないんですけど、このボーダーはなんかすごく可愛くて気に入っております。ということで今回のこの古着屋巡りでゲットした古着の T シャツはこちらの3つです。まあ、全部ブラックなんですけれども、それぞれ違う味があってとっても可愛くて気に入ってます。全部こういうロックティーみたいなものって結構何でも合わせやすくて、もちろんデニムでも合うし、意外とちょっと可愛いボトムスとかキャミのワンピとかと合わせてもミックスされたスタイルがとっても可愛くなったりとかして、着回しがたくさんできるのでいろんなコーデを作っていけたらなと思っております。はい、ということで、まあ、今回はこんな感じで結構 Vlog も緩い感じだったとは思うんですが、最近なかなか旅行とかもできていなくって、まあ、外で撮る Vlog っていうのは割と新鮮だったかなと思います。もっと状況良くなっていろいろ行動できるってなったらいろんなとこ行きたいなって思ってるので、またその時に Vlog 撮ろうかなっていうふうにも思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。